今シーズン一番の強い寒気の影響で各地で記録的な寒さとなっています日本海側では大雪となっていて気象庁が警戒を呼びかけています午前9時過ぎの札幌大通公園です温度計はマイナス10度を表示しています冷たい風と雪により肌が出ている部分は痛みを感じるほどの寒さです手が本当に感覚なくなるぐらい痛いから だからもう去年とはちょっと比べもなんないぐらい寒い。明日朝までの二十四時間に予想される雪の量はいずれも多いところで東北八十センチ、北海道北陸六十センチ、関東甲信近畿五十センチなどとなっています。東京ではこの冬一番寒い氷点下二点九度を記録したほか、全国の九割以上の地点で氷点下の朝を迎えました。 風も非常に強くなっています。今日予想される最大瞬間、風速は北海道3。5メートル、東北北陸、関東甲信30メートルとなっています。明日にかけて強い冬型の気圧配置となるため、北日本や北陸で大雪に注意してください。